変えようですか。私のです。ありがとうございます、先輩。ごめんなさい、私の不注意です。毎日新しいのに変えています。ずっとマスクをしているのは自分を隠したいからです。はい、実は私、人とうまく付き合う方法がよくわからなくて、いつもみんなに迷惑をかけている気がするんです。小さい頃から一人だったから。いえいえ、先輩は誤解してます。私の両親は土木技術者で、大崩壊が終わった後ずっと世界各地の被災地の再建のために忙しくしているんです。二人とも仕事が忙しくて、私と一緒にいる時間があまりなかったから。私もライルさんのように率直に自分の意見を述べようと試してみました。でもダメでした。みんな忙しくて、その仕事を遅らせてしまってはいけませんから。それにマスクがなかったら、私は相手の目を見ることすらできません。はい、でも大部分はオンラインでの交流です。だからあまり親しくないメンバーと接するときはメールを使うようにしています。そうすれば直接顔を合わせる必要がないし、ネットにはたくさんのスタンプや絵文字がありますから。現実にもたくさんスタンプがあって使えたらいいのに。それも試したことがあります。時々鏡の前で表情の練習をするんですけど、自分で見ているだけで恥ずかしくなるんです。だからやっぱりずっとマスクをつけていることにします。